脱出ゲーム、バネーナ、ということで、えー、脱出ゲーム、スマホの脱出ゲームやりたいんだけど、この脱出ゲームは、バナナしか出てこない。バナナを使って、バナナのみを使って脱出するゲームらしいんで、ちょっとバナナ、えー、この実況界のバナナ好きのレトルトが、えー、変な意味ではなくバナナ好きのレトルトがちょっとやってみたいと思います。えー、調べるアイテム選択、タップね。そんだけでいいんだ。登っていくのかなおー、すごいすごい 洋館だ。このドアだよな ?877、バナーナーここにバナナをねじ込めばいいんじゃないの他は特にないですね。これはまさかまさか <laughs>、ここの中には <laughs> バナナー <laughs> バナナが入っているこれはいいバナナゲットしてぞ。バナナ <laughs> やったダブルタップ、アイテムを拡大。へぇー、なるほど。 あ、こういうことだ。あー、ちょうどいいちょうど美味しいぐらいですよまさかこれは、ここに、バナナを、ねじ込むのかいあれそういうわけじゃないえ、ここにバナナ入れるんだと思ったんだけど、違うのか。バナナって書いてあるのに違うんだな他に調べれるとこはない。ちょっと一歩下がって、 あ、でもこれ以上下がれないってことは、ここら辺で何かもうできることがあると。これバナナもう一本入ってない。<laughs> まさかまさかと思ったけども。これなんかさ、あ、なんかあんじゃん。重要な何かが欠けている。重要な何かか。えハート。え、なんだバナナですかぼ <laughs> そういうことがドアの ドアの取っ手ってことやったバナナ万能だなバナナさえあればもう何だってできるな今日泊まるのは807号室のはずだった。バナナじゃない迷い込んだ部屋は何と言えばいいのだろう。バナナルーム。そう呼ぶのがふさわしいように思えた。877号室ですよ。おー、部屋の移動はスワイプで行うと。なるほど。 えっと、拡大時のアイテムをタップすると変化することが、バナナを食べちゃったりできる。あバナナの、これなんて言うんだろう。房の部分をこうちぎったりできると。あ拡大時のアイテムに別のアイテムを利用することができる。バナナしか使わないと俺紹介したばっかなんだけど <laughs> ちょっとやめてよ。バナナ以外ちょっと俺の無断でちょっとやるのやめて。使うのやめて。バナナ以外も使うみたいです。おなんだこれなんか入ってないの すげえ。なんか外国のなんか謎の。ん ?N, N, 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 N. あこれわかったぞば、なきたーめっちゃバナナ出てきたははははイェーイレッツバナナしかも、1個じゃないぜ。2個ゲースははははは このゲーム超楽しい。この上の取っ手は何なんだろうな特に何もタップしてもないですね。この右の、これなんだあこの右のさ、なんて言うんだろう。なんか吊るされたバナナみたいなとこはいけませんね。ちょっとこっちのバナナ見てみるあっ。シール。オラビット203。これをゲットできるわけではない。まあ、とりあえずこんだけみたいね。うん。 ま、これがいつか使えるかもしんないと。これなんだこれ。バナナでさ、できないな。バナナじゃないみたいですね。少し黒ずんだバナナだ。まだ食えます。レトルトならこのバナナは食う。余裕で食います。これバナナを上で、照明で照らしてるのかなすごい部屋だな。おムーンライトって書いてある。まさかこのムーンライトバナナ。黄色い果物か何かをはめるのにちょうどさそうな感じがする。そうですね。 バナナですかね来たぴったり月明かり。これじゃないのかなはまるけどな。こっちのバナナあ、こっちのバナナははまんないな。うーん、とりあえず、はめるだけはめておきますか。月の影。なんだこれ、下のやつをタップしてもよく出てこないな。 上のものと構造は同じだろうか ?2 個入れんのかこれ。違うな。こっ、あ、こっちのバナナ。入んないなぁ。ということはまだできることが。あ,あまだまだありますね。なんかこれ、お金を入れるような、ゲームセンターにでさ、コインを入れるような、なんかそういう装置が左上にあるけど。んいやーちょっとこれ鍵かかってるというか、なんか、できないみたいだなぁ。 うん横も、こっち側もそうだね。コインを投入するスロットに見える。うーん。とりあえずこれはまだのようだね。なんか若干どこかで見たことのあるような椅子ですね。我が家に欲しい、この椅子。あ <laughs> またバナナゲットだ。これは結構綺麗なバナナだよ。このバナナちょっとさ、調べられないかな。 ちょっと、なにこれなんかバナナ型の何かだ。なんか中に詰まってる。チャックの、チャック開けれないのかなまあ、よくわかんないけど、バナナを、またニューバナナをゲットしたんで、よしとしましょう。こっち、こっちまた、あ、スケッチブック。え、なにこれ ハイランドバナナズ。ミッドランドバナナズ。ローランドバナナズ。なるほど。上中下のバナナがあると。<laughs> なんだそれ。このスイッチをタップすると日本語訳が表示されます。お。やった。ハイランドバナナ。標高600メートルから1000メートルほどの場所で約14ヶ月で収穫される。最も甘く栄養価が高い。手間がかかるが、ため。 価格も高いと。ハイランドバナナはい,いバナナみたいね。o r ビッツ二2 0 3バナナ。フィリピン産。お、これなんかさっき。じゃあこれ日本語訳。ミッドランドバナナ。標高300メートルか六600メートルほどの場所で12ヶ月で収穫される。ハイランド、ローランドの中間の糖度。なるほどね。まあ、とりあえず、まあまあまあのバナナと。 アンタークティカハウスバナナ。これいこの右にあった入れるやつだろうな。これなんだ、ホットドッグ。ローランドバナナ。標高50から200メートルの場所で、約10ヶ月で収穫される安いやつはこのバナナだ。バナクロ。<laughs> ユニクロみたいな言い方しない。なんだこれ。はあヒントっぽいですね。 ちょえとこのバナナをいただきましょうか。シールでどこのバナナかが多分分かるんだと思うんだよな。あ、8、7、7。ダメか、8、7、7でしょ、こういうとき。なんかあるな、これ。ルームサービス。パイパイ。<laughs> なるほど。かけましょう。はい。シャープとかじゃないのあ、パイパイ。あれ てる。どうやって電話かけんだ。当ホテルのルームサービスではお客様のご利用シーンに合わせた極上のサービスを幅広く取り揃えております。なるほど。あ、大事なものはかけているが電話機で間違いないだろう。そういうことですか。使えるんじゃないのこれ。あ、行けた。これだー。これでぱいぱいと。 あれできないのかちょっとまだまだ謎ありそうだなまあ、まだちょっと見るとこあるし。鍵だなほお外がまだありそうだ。なんだこれええー、なんかバナナでなんとかなりそうな感ある。ダメなのか。お、なんだこれえ 暗号を見えたものが書かれているなんか時間と色のバナナでトーテムポールみたいな感じだなぁクリアできるか俺これほい結末を告げるラッパが吹かれると神のバナナは狙いを定めた終わりの時は近いバナナ電8773んだこれ電話番号かあこれも開いたーバナナ便利ー やったーバナナの皮なのか一応このバナナちょっと、あっこのバナナの皮はもう取れない、バナナちょっとこれもう返してもらえないのかじゃあこれちょっとバナナの皮、あっなんだこれなんか書いてあったなこれきっと。うーん、ちょっとわかんないなまだ。 上にあるこのバナナはきたー日本のバナナ本当にバナナしかゲットせんな。特に関係ない。ちょっとこのバナナ見てみよう。お、これは、<laughs> バナナ分かれた。いや別に分けてくれなくてもいいんだけど、あ !B バナナだ。これはバナナだ。そうですね。さっきからバナナしか見てませんけどね。多分これで、色々分かるんだろうな。 で、ここに戻ってくるわけか。ムーンライト。適当にちょっとこれ入れちゃえばさ。うん、順番入れ替うんだな。なるほど。これがわかんないんだよな、きっと。少し黒ずんだバナナは、取れないのかこれはもう合ってんのかな で、とりあえずちょっといろいろもう一回情報を調べてみよう。あーチャック開いたバナナしかもこれ組み合わせんじゃないこれに、これをさ、きたーえー、っと、3169で、なんだこれ横にあるトーテムポールか 3169。じゃ、トーテムポールのとこにとりあえず見てみるか。これ、タップできないな。これちょっと入れてみるのかな入れれないな。あ入ったああ回るあああ回る。3169って書いてあったよな。おーおーおーおお。 どういうことなんだろう、これ。3169。あ電気ついた。どういうこと時計的な話かな ?3 時の方向、1時の方向、6時の方向。これ、バナナが切れたってこと中でバナナが切断されたようだ。はぁ、あ。で、 <laughs> こんなの普通にできるでしょもうなんか手とかでこうちぎっちゃえばいいじゃないなるほど。とりあえずちょっと進んだは済んだね。トーティムポールの謎はこうだったわけだ。ここだよね。ムーンライトとか色々あったから、多分ここの、えっ、ー、と、品種、さっきスケッチブックに書いてあった情報を、頼りに品種を確かめて入れていくのかなあ、わかった。 やっぱり、あはははは。怒られるぞ、これ、ゲーセンの店員に。コイン入れたから。きたーおー。あー。めっちゃなんか脱出ゲームで使えそうなもの超入ってるんだけど。これはバナナじゃない。人のものを買ってるのやつをどういうことバナナ以外でも取っていいじゃん。なに、バナナ以外取っちゃダメなの もう、なんでそんなバナナにこだわんだよ、お前。あなんだこれ。音、音バルブって書いてあるのかななんて書いてあるなんかちょっとこれ、上側。これなんかあれなのかなよく見たら、トンカチとかそういうことなのかななんかできんだろうな、きっとこれ。このバナナ、これなんじゃないの違うか。 あ,あ、電話番号みたいななんか黒い点あるから合ってんのかな取れる取れんだよな、これ。違うか。これでなんかできんだと思うんだけどね。違うなぁ。えー、じゃあこれでちょっとなんかいろいろ考えてみよう。これはちょっと置いてお、置いてみよう。これ、交付品だ。あー、ちょっと待ってえぇ、ー、唐突 何なんも使った気持ちもいなかったんだけど。びっくりする。ええー、と、ボタンを押してみるなんか言えんのか、これ。これ。あ、いた。ん違うか。黄色のバナナ。緑色のバナナ。あ、ー、いた入れたバナナが黒ずんだ。エチレンガスで熟成されたのだろう。そういうのあるんだね。 うわーなんか黒いんだけど中は美味しいバナナみたいな感じじゃないこれ。すげー。これムーンバナナとかなのかなムーンライト。ムーンライトバナナこれじゃないやっぱり。なんかそういう感じじゃないのでこれ入んない。で、これ。入んないなー じゃ、まだなんかあんだろうなちょっと、これはまだちょっとお預けにして、上側とか調べられないか。うーん、他にできるこ。これもやったんだっけなどうだっけえー、他にできること。月の影だから、あ、待って。動かない。あ、なんかできんだな。月の影だから、黒い方がこっちか。よし来たで、入るやつバナナがあったりせんか ダメか、赤色あれダメなのかちょっとどっかで使ったバナナちゃんを回収できないかなこれ回収できないあー回収できないな電話で使ったちょっとバナナちゃんちょっと返してこれちょっともしかしたら入るかもしれないからでよしでこのレンチ よーし来たーなになになにバナナが反転して上のバナナがおーほほほすげえ形のバナナ出てきたな。あ、もうこれは、黒いバナナはもうお役御免なんだ。<laughs> なんだこれあ、これ回収できるな。すごいなこれ。電話かこれ。あ、受話器っぽいなーこれ。 だいぶいびつなバナナな。これなんか市場とかに出せないバナナなんじゃないの。これでしょう。あ、違うんすかええー、違うんだ。残ってる。残ってるのないんだよな、あんまり。どこだ、次は。あ、待って。これ 回したおた新たな大地が広がりましたよえへ <laughs> シャンデリア全部バナナなんだけどレトルトさーんみんなレトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー動画の更新もすぐに分かってレトルトも大助かりだースマホの方は 登録ボタンを押すか説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞーそれでは別の動画でお会いしましょう